先週は卒業ソングのリクエストにお答えいただきまして、はい、もう本当にいろんな方ありがとうございました。今日に関して一番の驚きは黒色火薬さん、ヨッピーがまだそこにいることが驚きだと。そういうための企画じゃなかった。どうも、日本放送アナウンサーの吉田久則です。そして生放送のスタジオにはこの方。はい、SKE48、そして、乃木坂46兼任の松井玲奈です。そうだよね。はい。こういう言い方で合ってるのか私もよくわかんないんですけど。あ、事情を説明します。はい。さっきまで、ゼップダイバーシティですよね。はい、そうです。AKB48 グループの大組閣祭りというのが行われていまして、はい。そこで、AKB48 グループで、この人がここに行きますよみたいのを、はい。本人たちは全く知らないんですよね。知らないですね。で、ステージ上にいて、突然こうだっていうのが告げられるというのが、はい、今日の夕方ありまして、はい。で、当然ですけどそこにいて、そこで松井玲奈さんはどうなったんでしょう。私はSKE48 のチーム E と乃木坂46を兼任することになったということで。うん、でしかもそれを発表されて、はい、でその時になんかいつからってのもまだ分かんないんだ。いつからはまだ全然決まってないんですけれど、うん、まあ。春ぐらいですかね。わかんないです。今、ざっくり適当に言ったんですけど。これなんだろう、お父さんがなんだろう、他の死者に、転勤になるときに言う感じになってるけど。で、これに関して、はい、なんかもうファンの人たちが、ものすごいこう、今、玲奈ちゃんはどう思ってるんだろうみたいなことをいっぱい書いてて、はい、これは例えば一つ読むと、西野恭平さん、玲奈さんはチーム E と乃木坂の兼任についてどう考えているか知りたい。はい、なんか、ステージでは喋ってないんでしょ。あ、喋る機会がなかったので、喋ってはいないんですけど、まあ、びっくりはしていて、ただ、まあ、48グループと乃木坂って、まあ、ある意味別物ではあるので、うん、プロデューサーは、秋元先生なんですけど、なんで、その、コンサートのやり方も違うし、こういろんなことの文化が違うので、なんかその、別のところで、またそのグループのいいところを学んで、また持ってくるっていうのも、ありなのかなっていう、すごく、勉強をしに行くのが今楽しみだなっていう。なんかもう、遣隋使とか、おのの妹子みたいな。ね、なんか別次元のところのイメージだったので、すごく。だから、まあ、ある意味48を一歩飛び出して、その、乃木坂さんに、私も一応混ぜていただくという形で、うん、ファンの方にも認めていただけるように頑張って、うん、そこで何か新しいものを学んだり、自分からも、こう、何か残すことができたらいいんじゃないかなと、考えてます。明治維新の頃にこういう福沢諭吉が官輪丸に乗ってみたいなとか、もういくらでもそういう例えを思いついちゃいますけど、はい、でも一部で、これ気になってる人がいて、はい、ラジオネームピカチュウさんとかが、はい、やはり SKE オタとしては、まあ自らファンのことをこうしたという方もいますが、はい、木崎ゆりあちゃんのチーム4移籍ですかねみたいな。そうですね。これは、今ちょっと複雑な表情になってますけど。いや、もうすごい複雑なんです。こう、今年ゆりあがすごく SKE で頑張っていくみたいなことを言ってたので、うん、私はもう何よりもゆりあの背中を押してあげたいなと思っていたので、うん、なんかそういう中で、こう、AKB に移るっていうのは、すごく複雑なんですけど、うん、まあ多分ファンの人もそうだと思うんですよ。うん、ただ、本人にとってはやっぱり、AKB にこう行って、まあそこで、また副キャプテンとして活動できるっていうことはチャンスでもあるなと、私は思うので、うん、SKE っていう今まで育ってきた、こう、あったかい場所を抜けて、また、まあ一人というか、まあ仲間はたくさんいるんですけど、うん、新しい環境で、ユリアがこう、一人自立するっていうことも大切なのかなっていうのを思って。ただまあ私たちもサポートはちゃんとするつもりですし、こう AKB の中にもユリアが慕ってる人はたくさんいるので、その中でユリアが成長してくれるようになったらいいなと思ってます。はっきり言うと自分のことももちろん気になってないわけじゃないですけど、はいはい、自分よりもこのなんか今後の SKE48 とかのことの方が正直ちょっと重くないですか？心配ですね。やっぱり。私は、私が頑張ればいいので。おうおう、はい、私がもう自分が頑張って受け入れてもらったり、うん、自分も SKE の中でまた頑張ればいいってことなので、うん、まあ、グループ全体となると、うん、SKE となるとやっぱそこは自分一人ではどうにもならないし、バランスっていうものがあるので、やっぱこう、SKE に新しく移籍になったメンバーも、まだ複雑な気持ちだったり、消化しきれてないところがあるので、うん、そこをいかにこう SKE に来てよかったって思ってもらえるかっていうところがやっぱり、はい、これ正直こうタイムライン今日もシャープ MC12 につけながら生放送見てるんですけど、はい、まあ、ショックを受けている人はものすごくいっぱいいるんだけども、はい、それよりも先に本人たちの方がもう立ち直った
立ち直るっていうのもそもそもないのかもしれませんけど、まあ、そこで止まってても何もないので、おお進まないと何も起きないので、48は止まってることが一番いけないグループなので、今回は完全にいろんなことの壁というか、取っ払われましたよね。取っ払われましたね、ええ、衝撃でした。生駒ちゃんも、乃木坂の生駒ちゃんも AKB で兼任になってて、うん、やっぱその時も会場はざわついてて、うん、そこあるのみたいな。で、私が兼任って決まった時も、うん、結構スタッフさんの中でもすごく、うん、あ、そんな方法があったなんてみたいな感じだったみたいです。だからそういうこうなんですかね、まあ人が変われば当然なんか物事がちょっとずつというか大きく変わるところもあったりするんでしょうけど、はい、その変化自体がきっと面白いことの、はい、もう絶対あるはずですもんね。に化学変化になるように、ね、うん、で頑張りたいなと。その中で一つこれは、はい、旗押しさんでいいですかね。はい。かおたんってどうなるのっていうコメントが一個あるんですけど。そうですね。松村かおりちゃんっていう、終身名誉研究生という、まあ、ずっと AKB の正規メンバーにはならずに、はい、私研究生として頑張りますって言ってる子がいるんですけど、はい、その子がまあ、SKE の研究生でもあるんですけど、48全体のなんか、研究生の長みたいな、ポジションになって、私もなんか突然言われたんで正式名称知らないんですよ。覚えてなくて。ええ、ただなんか、長になったことだけは。なんだかわからないけど、今までなかった部族の、はい、王みたいなものが。新しい部署ができて、一人生まれました。何か困ったら、研究生はみんなカオタンに相談しなさい、みたいな。うん、まあ、そんな感じなのかなと。ああ、なんとなく、なんて言うんでしょう。これは、なんとなく愉快な気持ちにもなる話ですね、はい。はい、そうです。みんな明るくなる方の話ですね。そうですか。はい、ってことで、何が起きるかは、まだ数時間なので何もわかりませんが、はい、とりあえず、こちらのスタジオに来てから、松井玲奈ちゃんがずっと笑顔であったことだけはお伝えしておきましょう。はい。はい、大丈夫です。はい。じゃあ、それじゃあ、行きますか。それじゃあ、参りましょう。はい、SKE48、乃木坂46の松井玲奈です。そこ、いつから言い切れるんでしょうね。わかんないです。なんか、わかんないです。もともと乃木坂好きだったんですよね。乃木坂はすごい好きでシングルもたくさん聴いてたので、この間も22日の2周年ライブもう行きたかったんですよ。ただ握手会とかぶってたんで行けなくて。あ、でも今後スケジュールそういうのはできなくなるわけですよね。まあそうですね。ね、どうなるのか、まあそこは大人の方に任せるので。この辺ですよ。この辺が最近も逆に大人の人とも話するじゃないですか。大人の人たちもとりあえずやってから考える人ばっかり。まあだから面白いと思いますけど、でもそこね、へこたれない人たちがいるからそれができるんだと思う、はい。